U.S. dollars last year from the event. This is Radio Prime Minister Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand, for listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America. It is now time for our broadcast in Japanese.こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの放送上で放送しています。こんばんは。今日は2月11日火曜日です。お聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。法務省は県知事にマスクの販売価格を監視するよう要求しました。バンコクの耐久性が改善したものの、依然として8県で健康に注意が必要となっています。政府は新型コロナウイルスの影響を受けた観光業を支援する方針です。今日のニュース展望は干ばつに対処する水資源の管理についてお知らせします。それではまずはじめのニュースです。内務省は県知事にマスクの販売価格を監視するよう要求しました。政府は新型コロナウイルスの感染と大気汚染問題でマスクとアルコール消毒液の需要が高まっていることから価格調整品とすることを決定しました。内務省では買い入れ価格の乱高下を防ぐためマスクと消毒液を提供している販売元の検査を行うよう各自治体に指示しました。各国の事務機関は今日新型コロナウイルスの大流行と大気汚染問題によりマスクと消毒液の需要が高くなったため、何らかの対策が必要だったと説明しました。政府は不公平な取引を防止し、一般の人がマスクや必要なものを入手できるようにするために、物品価格の管理を宣言しました。この指示は地方政府に対して、これらの品目の価格を不正に調整したり、買い占めをしている企業や売り手に対して法的処分を実施するよう命じたものです。また、マスクと消毒液が価格統制品になったことを国民に通知しなければなりません。政府は以前、マスクの購入に制限を設けており、一度に10枚までしか購入ができませんでした。政府は価格統制品を不正に売り買いまたは不当に値上げをする業者を見つけた場合、ホットライン1569に通報するよう国民に求めています。次のニュースです。バンコクの大気汚染が改善したものの、依然として8県で健康に注意が必要となっています。バンコク首都圏の大気汚染の状況は改善に向かっており、大気汚染の指数は首都圏すべての場所で標準値内となっています。北部の大気汚染も多くの地域で改善が確認されています。公害防止局のウェブサイトエアフォータイによりますと PM2.5 の濃度は今朝バンコク全体の大気が非常に良好であることを示しています。一部の地域で交通量が多いにもかかわらず雨と風により換気が促進されたことが大気汚染の状況を改善させたとみられています。しかし北部南県のナイウィアン郡、ターク県のメーパー郡、南安郡など8カ所の PM2.5 の濃度は健康に影響を及ぼす空気となっています。大気汚染が悪化している地域の住民は、屋外では常にマスクを着用する必要があると訴えています。屋外または森林で森林火災を見つけたら、ホットライン1362へ通報してほしいとしています。次のニュースです。コロナウイルスの影響を受けた観光業を支援する方針です。新型コロナウイルスへの懸念と2020年度予算の遅延など、経済にマイナスの影響を与える問題が発生しています。ショムキアット副首相は財務省に観光促進策を導入し、インフラ投資プロジェクトへの資金提供を確保するよう命じました。経済フォーラム2020の席で、ショムキアット副首相は新型コロナウイルス観光に影響を与えたことを認め、影響を受けている中小企業を支援する措置を講じることを内閣に求めたことを明らかにしました。ショムキアット副首相は、タイはこの難局を乗り切ることができる、パニックにならないでほしいと国民に呼びかけました。副首相は、財務省は国内観光を促進するシムチョップチャイキャンペーンの4段階を通じて、追加の経済的措置を講じるよう指示されているとしています。このキャンペーンは地方社会にお金を分配し、影響を受けている観光を支援することを目的とする措置だとしています。ショムキアット副首相は、政府はいくつかの経済改革プロジェクトを順調に進めており、経済、特に金利を下げるべきであり、金融機関の強さを維持しなければならないと主張しています。副首相によりますと、昨年3月の総選挙以来、ほぼ1年にわたってタイ経済は嵐に次ぐ嵐に見舞われているが、タイは最終的に全ての嵐を克服することができるはずであり、国民には政府を信じてほしいと訴えました。タイを襲った最初の嵐は、総選挙後7ヶ月も新政権誕生が遅れ、予算執行に苦労したこと、第2の嵐は米中貿易摩擦だと述べています。ショムキアット副首相は2020年度の予算開始まではわずか4ヶ月しかない。2020年度の予算については政府は慎重に予算を支出する用意があるとして一刻も早い予算の採択を求めました。次のニュースです。今日のニュース展望は干ばつに対する水資源の管理についてお知らせします。プライト首相は国民の苦難を緩和するため、政府が国家水資源の管理計画を加速し、調整する必要があると強調しました。2020年2月6日の定例政見放送の中で、プライト首相は、2019年昨年の雨季には、タイの降雨量は平均よりも少なかったとしています。気象局が予測する2020年1月から5月までの降雨量も、国内すべての地域で通常レベルよりも少なくなっています。政府は水資源の管理に関する2018年から2037年にかけての20年間のマスタープランを実施しています。タイの最初の水に関する法律である2018年水資源法を採択し、国家水資源局を設立しました。水資源局は水管理の効率化のために技術改革の導入を強調しています。全国のさまざまな水資源の水量に応じた分配で、最優先が一般消費で、これに生態系の維持、作物、栽培、産業運営などとなっています。政府は掘削井戸の開拓、水路の管理、雨水の利用計画及び水量に合わせた作物栽培の計画を通じ、水資源を確保しています。メコン川の流域では2020年1月24日、上流にある中国の後継ダムから多くの水を放流し始めました。これは干ばつの災害を緩和するため、海外からの協力を求めた政府の努力によるものでした。プライト首相は政府が干ばつ対策への取り組みを緊急の課題と考えており、今後数年間で水利用の可能性を拡大させる準備が必要だと指摘しました。プライト首相は、タイが各地域の人々の協力を必要とする多くのプロジェクトを実施する方針で、長期的には水資源の安全を確保することにつながるとしています。また、河川の流域及び森林の修復と保全も同時に進めていかなければならないと主張しています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。南省は県知事にマスクの販売価格を監視するよう要求しました。韓国の大気汚染が改善したものの、依然として8県で健康に注意が必要となっています。政府は新型コロナウイルスの影響を受けた観光業を支援する方針です。今日のニュース展望は干ばつに対処する水資源の管理についてお知らせしました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。จะไม่รู้จักฉันแต่ฉันรู้จักเธอสิ่งที่ทำเสมอคือคิดถึงเธอก่อนนอนตื่นมาตอนเช้าฉันก็คิดถึงเธอก่อนที่ฉันจะเปิดดูทีวีเธออยู่ตรงนั้นแต่ฉันอยู่ตรงนี้ห่างกันแค่นี้แต่เหมือนว่าไกลสุดตาได้โปรดเธอยิ้มโลกมันจูบานเกินกว่าที่ใครจะทนไหวฉันไม่รู้จะห่วงเธอทำไมห่วงคนที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้คุยกันสักคำไม่เข้าใจเหมือนกันรักหัวใจตัวเองกี่ครั้งอยากจะเธอไว้แต่ไม่มีสิ่งใดทำได้แค่ฝันต่อไปไม่อยากจะคิดวันที่เธอพบเจอใครคิดยิ่งใจสั่นฉันไม่พร้อมจะรับวันนั้นเลยฉันไม่รู้ฉันห่วงเธอทำไมห่วงคนที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เคยคุยกันสักคำไม่เข้าใจเหมือนกันถามหัวใจตัวเองกี่ครั้งไม่รู้ว่าเธอจะรู้บ้างไหมว่ามีฉันหนึ่งคนที่ฝันถึงเธอทุกวันแต่ไม่เคยคุยกันสักคำแต่ยังไร้ตามถามหัวใจตัวเองกี่ครั้งสุดท้ายก็ยังคงเป็นเธอラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.